ご視聴ありがとうございます。つーちゃんです。このチャンネルでは、社会福祉士など福祉系資格の取得に向けたコンテンツを発信いたします。この動画だけで独学で合格できるレベルの内容をお送りいたしますので、ぜひご覧になってください。はい。三福祉士資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。社会福祉士資格合格講座、試験直前特集です。日本の障害者福祉の歴史について今日はやっていきたいと、 思います、えー。試験直前特集です。日本の障害者福祉の歴史。えー、社会福祉試験では、福祉に関する変遷、歴史が問われます、えー。今回ですね、日本の障害者福祉の歴史、変遷について整理をしています。聞き流し、ながら聞きで OK ですので、試験対策としてがっちり覚えて、日本の障害者福祉の歴史を理解してくださいね。 前回ですね、えー、高齢者福祉の歴史をやりました。えー、今回は障害者福祉ですね。えー、バッチリ覚えてくださいね。えー、一番です。1949年昭和24年、えー、身体障害者の定義、構成、援護、事業及び施設などを定めた法律は何でしょうか はい、えー、身体障害者福祉法ですね。1949年昭和24年ですね。身体障害者福祉法です。2番です。1950年昭和25年、精神障害者などの医療と保護を行い、その発生の予防を目的とする法律。従来の精神病院法及び精神者、あ精神病者看護法を統合して制定されたのは何でしょうか はい。精神衛生法ですね。3番です。精神衛生法は1987年昭和62年に何に改正されたでしょうかはい。精神保健法に改正されました。では、1995年平成7年には何に改正されたでしょうかはい。精神保険及び精神障害者福祉に関する法律、 に改正ということになります。これが1995年ですね。4番です。1960年、昭和35年、精神薄弱者に対し、その構成を援助するとともに、必要な保護を行い、もって精神薄弱者の福祉を図ることを目的とする法律は何でしょうかはい。精神薄弱者福祉法です。 では、この法律は、1998年に、何という法律に改正されたでしょうかはい、えー、知的障害者福祉法ですね。えー、精神白弱者福祉法が、1998年に、知的障害者福祉法に改正、です。5番です。1960年、昭和35年、障害者の雇用の促進等のための措置、 その他、障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律は何でしょうかはい、障害者の雇用の促進等に関する法律です。では、この法律は平成18年度より、どの障害者も雇用率適用の対象となったでしょうか はい。精神障害者なんですね。えー、これよく覚えておいてくださいね。あの、障害者の雇用の促進等に関する法律は、平成18年度より、えー、精神障害者も雇用率適用の対象となったですね。覚えておいてください。6番です。1970年、昭和45年、精神障害者対策に関する国等の責務を明記し、 心身障害者の福祉に関する施策に基本事項を定めた法律は何でしょうかはい。心身障害者対策基本法と言います。では、この法律は1993年、平成5年に何という法律に改正されたでしょうかはい。障害者基本法に改正ですね。えー、これも覚えておいてください。えー、心身障害者対策基本法は 1993年、平成5年に、障害者基本法に改正された、ですね。7番です。1982年、昭和57年、啓発広報活動や、えー、保健医療、教育、育成、雇用、就業、福祉、生活環境の各分野における、今後の障害者対策についての提言が盛り込まれたものを、何というでしょうか はい。障害者対策に関する長期計画と言います。では、この計画の期間はどれだけでしょうかはい。昭和58年度から平成4年度までになります。8番です。1993年、平成5年、障害者対策に関する長期計画をさらに総合的、効果的推進に努めていくために、 新たな長期的視点に立った計画を策定したものは何でしょうかはい。障害者対策に関する新長期計画です。では、これの計画期間はどれだけでしょうかはい。平成5年度から平成14年度となります。えー、このあたりですね、えー、1993年が障害者対策に関する新長期計画。 ですね。このあたりも覚えておいてください。9番です。1993年、平成5年、新身障害者対策基本法が改正してできた法律で、えー、都道府県市町村に障害福祉計画策定義務を課したのは何でしょうかはい。障害者基本法となります。10番です。 1995年、平成7年、ノーマライゼーション7か年計画を策定したのは何でしょうかはい、障害者プランですね。えー、これも覚えておいてくださいね。1995年、平成7年にノーマライゼーション7か年計画を策定したのは、障害者プランです。では、この計画の期間はどれだけでしょうかはい、平成8年度から、 平成14年度となります。11番です。2002年平成14年、施設等における身体障害者補助犬の同伴等を規定した法律は何でしょうかはい、身体障害者補助犬法と言います。では、えー、2002年平成14年、 障害者基本計画、平成15年度から平成24年度が策定されましたが、キーワードは何の実現でしょうかはい。共生社会の実現なんですね。えー、これも覚えておいてくださいね。結構重要です。えー、2002年の障害者基本計画のキーワードは、共生社会の実現です。12番です。 2002年、平成14年、障害者基本計画、平成15年度から24年度に沿って、その前期5年間において、重点的に実施する施策及び達成目標の計画を何というでしょうかはい、重点施策実施5か年計画、えー、新障害者プランと言います。13番です。2003年、平成15年、 身体障害者及び知的障害者が、その必要に応じて市町村から相談支援を受け、利用するサービスについて契約を行って、利用できる制度が始まりました。えー、それは何でしょうかはい、支援費制度と言います。えー、ただしですね、えー、支援費制度は、精神障害者は対象外、なんですね。えー、これ結構重要です。覚えておいてください。 えー、14番です。2004年平成16年、国民年金の任意加入期間中の未加入者に給付金を支給するという法律は何でしょうかはい、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律と言います。15番です。2005年平成17年、 障害種別に関わりなく一,一元的な共通のサービスを受けられる法律は何でしょうかはい、障害者自立支援法ですね。えー、この、先ほどのですね、支援費制度からですね、えー、この障害者自立支援法に、こう、まあ、変わったということですね。これが2005年、平成17年のことですね。 で、障害種別に関わりなくということなんで、精神障害者ももちろん、この、障害者自立支援法では適用となっております。2011年、えー、平成23年、養護者、福祉施設従事者、使用者による障害者虐待の防止を定めた法律は何でしょうかはい、えー、障害者虐待防止法ですね。えー、正式名称なんですが、 障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律と言います。16番です。2012年平成24年、障害者自立支援法を題名変更をしました。えー、それは何でしょうか はい、そう、えー、障害者総合支援法ですね。えー、今現在ある、まあ、障害者関連の、えー、法律、まあ、サービス等の法律は、この障害者総合支援法と言いますね。これかなり、えー、覚えてくださいね。必ずね、えーで。正式名称なんですが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と言います。17番です。 2013年平成25年精神保健福祉法改正で何が行われたでしょうか二つ答えましょう。はい、一つがですね、医療保護入院の見直し。で、もう一つが保護者制度の廃止ですね。これが2013年平成25年の精神保健福祉法改正で行われた二つとなります。 18番です。2013年、平成25年、障害を理由とする差別の解消を推進する法律が公布されました。何でしょうかはい。障害者差別解消法と言います。え施、ー、行は、えー、平成28年の4月となっております。はい。えー、今回ですね、試験直前特集、日本の障害者福祉の歴史ということで動画を作っています。 えー、試験直前ということでですね、戦後の障害者福祉の歴史を時系列で一問一答にしています。えー、かなりですね、もう品質というかもう重要なものばかりを、えー、今回出しております。で、あのー、まあ、時系列にね、えー、出していますので、えー、動画の最初、最初は、えー、戦後ですね、戦後すぐのとこから始まって、で最近のものまでですね、えー、時系列で、 あの、整理しておりますのでね。えー、ぜひぜひ何度も見て聞いて覚えてください。えー、本当に何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流しや流ら聞きで OK ですのでね。えー、試験までまだもうあと少しなってますのでね。 ただし、こう、覚えるべきところは覚えて、まあ、どうでもいいというかですね。まあ、今のところ、こう、もう分かってるよっていうところはちょっと省いてですね。まだここ、あの、しっかりと覚えてきれてないなというところは、何度も何度も私の動画を見て聞いて覚えてください。はい。えー、社会福祉の講義動画、まだまだ出していきますので、よろしくお願いします。以上です。